はい、皆さんごきげんよう。今日は、えー、2回目ですね、えー。1回目は簡単なイントロダクションで終わりました。で、えー、今日から本格的な話をしようと思ってますが、えー、1年間お話をする全体のまあ、予定を先に言っておきましょうか。えー、実はこの事業はあの簡単な概論じゃなくて、元々はあのアビダルマと呼ばれる 仏教の非常にに緻密でで細かくて膨大な哲学を皆さんんご紹介すする授業だったんですしかしながらそういう授業はこの遠隔で行うというのは大変難しいことなんですね。あの細かいことを長い時間かけてじっくりと見ていかなくちゃいけませんからなかなかこういった YouTube を使った授業でそれを行うことができません。それで少しし方針を変えまして えー、まずその最初の方ですねあのぜ少なくとも前期はあのインド文化とかあるいはインド仏教というものの一番大掴みのエッセンスを皆さんにお伝えしそこから次第に、えー、細かいあるいはその深い仏教哲学の阿弥陀沼へと入っていくというそういう大枠の流れを考えました。 これはあの今まで考えてなかった、去年まではそういうことをやってなかったんですけども今年は特別ということでそのような形で行うことにいたしました。ですから、えー、今日これはあの2回目ですけれども、えー、内容としましては、えー、まずその何て言うかな分かりやすく。 インドというものそれからインド文化というものを皆さんにご紹介しそしてそのインド文化の中からなぜ仏教教とという独特のの宗教が生まれてきたのかとそういういお話をしますでそれが済んだら今度はその仏教をお作りになったお釈迦様釈迦儀ですねお釈迦様がどのようなことを我々に教えてくださったのかという まあ言ってみれば仏教の一番大元の考え本義ですねそれをお伝えするとそういうことから始めようと思っています。で今日は、えー、まあとにかくその入り口ですから一番最初に皆さんにお教えしたいことは何かというとこれはですねつまりインドインドと言ってもあの頭の中にインドという国の,その具体的なイメージが湧いてこないと 他の話が全然入らないんですね。ですからその一番土台となるインドとはどのような地理的な状況にある、つまり世界のどこにどんな形で存在している国なのかということをまず1回目でお話をしようと思っています。で本来ならばあのあれですねこういうことが上手な人たちは私がお話をしていると下のところにこうなんて言うんですかあの えー、テロップああいうの,のがパーッと出てきて、えー、きれいなあの映像になるんでしょうけれども私は残念ながらそういうことのできない不器用な人間ですので、えー、めちゃめちゃ手作り感のある形でお話をしようと思って用意をしてまいりました。えとそれれがこ,これなんですねね見えるかしら、ね、まあなんとか見てください。 でこれやると私の顔が映らないんですがそれはもう仕方がありませんので、えー、もう隠しちゃおうか、えー、これがインドですこれ下の方支えるの大変なんですよあの下にはねあのお経の方がいっぱい積んであってその上に載せて支えているんで、えー、ちょっと申し訳ないんだけれども、えー、ありがたいと言えばありがたい図ですねはいそれでえっ、ー、と下の方に丸い島がありますねこれが えー、皆さんもご存知のスリランカという島です。えー、セイロン昔はセイロンと言ってましたね。今でもここで取れるお茶の名前はスリランカティーとは言わずにセイロンティーと言ったりしますね。でその上にこの本家本元というか大,大きな巨大な、えー、インドという国があります。でこのちょっと何か刺しましょうか。えー これはこの地図はですね。古代インドの地図ではありません。今現在のこの21世紀の、えー、国の配置を表したものです。しかし、この図の中にインドという国の地理的な特徴がよく表れております。えっ、ー、とまず見てください。これ、三角形をしてます。ですね。これはあのー、その何て言うのかな？地球学的に言いますと。 ここの大陸は三角形はもともとはそうですねそれがいわゆる大陸移動によってどん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 その三角形の島が下からですね下から上へ上へと上がってきてもともとここにあった巨大な上の大陸とドーンとぶつかったんだとそしてその三角形が三角形のこの島がねどん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 上へ上がろうとするで上にある大きな大陸は動かないぞと言って頑張ってる。 そうすると押し合いになりますからそのちょうど接点の部分島の上の部分とそれがぶつかった大きな大陸の下の部分とが押し合い押し倉まんじゅうになってそして押された部分がぐっと上へ持ち上がるんですねで、その持ち上がった部分が有名なヒマラヤ山脈であります従いましてこの三角形のインドの北のところここであの私この波線で書いておきましたがここの部分が 世界で一番高い山々が連なる世界の屋根とか言われてますがこれがヒマラヤ山脈でありますもちろん有名なエベレストなんかもここにあるわけですね。でえつまりインドという国は三角形をしていて大きなこれ大陸じゃなくて大陸に突き出してますのでこれを亜大陸大陸のようなほとんど大陸みたいというそういう意味で アインド亜大陸になっておりましてその一番てっぺんのところに屋根のようにまさに上にかぶさるようにして巨大な山脈がこう横たわっているというそういう図形になっております。でここにまあインドがあり今で言いますとそのインドとそのヒマラヤとの間にネパールという国がある。でその右側には、えー、ブータン。 があります。で、えー、この海に面したところここにバングラデシュそしてパキスタンアフガニスタンとこういう聞いたことのあるような国々がありますねこの辺今でも紛争が起こってて大変なところですけれどもそしてこのヒマラヤ山脈の上のところ北ですね北は今では国としては中国になっておりますがその 中国の今は一部になっているこのヒマラヤのちょうど真上の部分ここがチベットであります。自自区と言われてまますすねチベット独独特の独自の文化圏でありますこうして、えー、実はインドの周りもこのようにいくつかの国々があって、えー、みんな仲良くしてりゃいいんだけどもそういうわけにもいきません。な、えー、な食い違いい違があってろ、えー、んな 国際紛争も起こっていてね特にインドとパキスタンなんかすごく仲悪いですね、えー、我々はこれをとても心配して見ているんですけども、えー、まあともかくこのような、えー、国々がここにたくさん存在しているというわけです。でこのバングラデシュブータンからさらに、えー、東の方へ行くとどうなるかというともうここがミャンマーに入っていきますからここから先がいわゆる東南アジアに入っていくわけですね。だからインド それからこっちは東南アジアジと接しているそしてこちら側はパキスタンとかアフガニスタンですからこれはあのイスラム文化圏ですねイスラムの。でこっち行きますとあの、えー、イランとかイラクといった国に行きますからまさに中東へと、えー、あの道がつながっている。 だからインドというのはまさにアジアとそれからえーまあヨーロッパというのかな中東というのかその辺そういった西の国々とのちょうど中間に存在しているまあ,不思議な状態にある国なんですね。それでこのえインドの,その地政学的な地理的な一番大切な特徴は先ほど出てきたここにあるヒマラヤ山脈の存在であります。 なぜこれが重要なのかと言いますと、これはあの超えられない。人が簡単に超えることができない。つまりここに壁があるということが非常に重要なんですね。で、ここを行き来できないのかと、人は行ったり来たりできないのかというと、そんなことありません。昔から多くの人たちがこのヒマラヤ山脈の、えー、細い、まあ あのなんいか低い道をたどって、ね、低い場所をたどって何とか向こうへ抜けるというようなことで行ったり来たりはしているんですがそれはあくまでも少、えー、人数の人が苦労して越えるという形でありましてここを例えばですね軍隊を率いて攻め込むとかあるいは民族が移動して、えー、大人数がここへ入ってくるとかそういうことはできないわけです。 ですから大きな意味で見てインドという国は上にあの蓋がかぶさっている国なんだとこう思ったらいいですね。でそれは何を意味するかと言いますと蓋したがってインドとこの上の中国というこの2つの国は地理的にはピシャッとつながっているように見えますけども。 実際に移動しようと思うとこここは行けなないいということうんですねそうすると例えば中国からインドへ行くにはどうしたらいいんだということになるとどう,どうします,どうしますここが行けないんで行きたいんだと言ったらしょうがないどっちか通らないといけないでここは海ですからここは海ですから海抜ゼロです。 でここがヒマラヤ山脈これ大体8 0 0 0ル級の山が並んでますからここが8 0 0 0ルでここが0ルであるならばここからここへのこの間は次第に低くなっていくはずですねこっちもそうですね次第に低くなっていくわけです。ですからその低くなって人間が越えられる限界のところがあったらそこを越えることができるわけですね。ですから、えー 北の地域からインドへ入ろうとすればこちらから入るかこちらから入るかつまり右か左2つの入り口しかないということなんですね。で古代の世界地図世界の様子を見ますとこちら側というのはあの、えー、決して大きな文明が栄えていたという場所ではありません。まあ何ていうかそれに対してですね ここの方をこっち通るとね何があるか分かります皆さんご存知で今でいうところのシルクロードシルクロードつまりここを抜けて外へ出ますとここはユーラシア大陸の大きな交通路がここにあるわけですしたがってここの出口というものが実はインドという国にとっては大変重要な意味を持ってくるわけですね ここを出たり入ったりするということがインドに入るインドから出るということを意味するわけですですから、えー、古来インドという国は常にここが心臓部最も重要な場所なんです逆に言ったらもしここを抑えられてしまったらインドという国全体が外部と遮断されてしまうという意味だからここはインドにとっては、まあ、命綱のような場所であったわけです えと皆さんがよくご存知の三蔵法師三蔵法師というのは、えー、中国からインドへ行ってそして仏教のお経を持って帰ってくださった人とかあるいはインドから中国へ渡ってきたインド人とかともかくいやの中国に、えー、仏教を伝えるその働きをした人たちを皆 まととめて三蔵法師と呼ぶわけなんですがその中でも一番有名なねあの、えー、孫悟空の三蔵法師玄奘、えー、という人ですがあの玄奘三蔵法師が、えー、孫悟空と諸白海と三五条を引き連れて最有機のあの旅をしたあの苦しくてつらい旅はなぜ苦しくてつらかったかというとそれは中国からここを回らなければならなかったからです。 実際に実在の人物ですからね、本当に行ったわけですから、あの孫悟空はいませんけどね、あの、えー、現状三蔵法師はちゃんといたわけで、えー、その三蔵法師が、えー、10年以上をまかせてこうやってインドへ行ったこの旅というのは実はここにヒマラヤがあったせいなんですね。もしヒマラヤなかったらすぐ行けますね、ここからシャッシャッとこうあの行って帰れるんですが、そう行かないところがあの最有利という。 お話が生まれてくるる土台になるわけですねで私がなぜわざわざこんなことを何べも何べも言うかと言いますと、えー、仏教が生まれてきた大元の非常にあの、えー、重要な鍵となるポイントがこのここしか入れないここから文化が入ってくるここから何か新しいものが常にインドに入ってくるというそのことが、えー、仏,教に仏教が生まれてきたことの大きな原因の一つだからなんですね。 はい、また15分になってしまいますからこれで終わります。また次回はこの続きで、えー、今度は歴史の話をいたしましょう。はい、それじゃあ失礼します。ごきげんよう。